ここで試合に先立ちまして両チームスターティングラインナップの発表です。まずはビジターアルビレックス新潟のスターティングラインナップです。21番ルーキーは森田達也、27番ディフェンダー松原健、4番ディフェンダーマイケル・ジェームズ、3番ディフェンダー大井健太郎、2番ディフェンダー大野和成、8番ミッドフィルダーレオ・シルバ、6番ミッドフィルダー小林裕樹、23番ミッドフィルダー山本浩介、10番ミッドフィルダー田中、28番フォワード鈴木武蔵、16番フォワード岡本秀樹。続いてリザーブの選手です。1番ゴールキーパー黒川隆也、17番ディフェンダーソン・ジュフン、29番ディフェンダーイ・ミョンジェン、15番ミッドフィルダーホン・マイスター、25番ミッドフィルダー小泉慶、18番ミッドフィルダー鳴岡翔、9番フォワード田中達也。監督柳下さん。以上がリスターアルフレックス新潟のスターティングラインナップです。
場4指審判団で行います。なおこの試合のマッチコミッショナーは松浦義雄、レフリーアセンターは和誠です。 J リーグ実況は第15節浦和レッドダイヤモンド対アルビレックス新潟、キックオフは6時4分です。